こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日はボールパイソンの床材に最適なもの4つご紹介したいと思います。こちらはヤシ柄、次にウッドチップ、そして、新聞紙とペットシーツですね。大体この4つのどれかを使ってるという方が多いんじゃないかなと思います。ヤシ柄はですね、ヤシの木、ヤシの実か、ヤシの実を細かく粉砕して、いろんな爬虫類とか動物とか、熱帯魚にも使うというのが書いてありましたけどね、の底に敷いて、使うものです。メリットとしては、温度と湿度を維持しやすい、空間がこういっぱいできるので、なんていうんですかね。立体的な構造をしているので空間がたくさんできるので湿度を維持しやすいですし、こういう空気がたくさんあると、温度も維持しやすいので、温度湿度を維持しやすいというメリットがあります。次にウッドチップですね。ウッドチップは、大きく分けると針葉樹と広葉樹という、木の種類があるんですけど、広葉樹のウッドチップは生態に対して刺激が少ないです。針葉樹のウッドチップは、虫とかそういうのを防いでくれるメリットがあります。これは針葉樹のタイプですね。匂いもね、結構いい、木の匂いがします。それから新聞紙ですね。新聞紙を、切って、こういうところに入れたりします。あまり分厚く何重にも折って敷いたりしないで、適切な、1回じゃ少ないかな、2回3回くらいのものを敷いてあげるといいと思います。大きいタブとかだとこのまま敷いてもいいと思うんですけど、大体はこういうまだ小さいベビーに使う時とかは切ったりして使いますが、新聞紙って知ってますか皆さん。新聞紙ね、これ縦だとね切りやすい、まっすぐ切れる。横にはね切りにくいんですね。ね、だから縦に切ってこう敷いてあげるといいんじゃないかなと思います。最後に、日本で一番多いかなと思いますけど、ペットシーツですね。ペットシーツをこう引いてあげたりします。結構ですね、こう生態が、ボールパイソンが中に潜っていっちゃったりするので、折るといいかな。折って敷くときに、霧吹きとかでこういうところに水を吹いてあげた上で空気を抜いて貼り付けてあげると潜りにくくなります。たまにですね、こう切る場合もあるんですが、切って半分にしてちょうどいいサイズで使うってこともあるんですが、ほとんど問題になったというのは聞いたことがないですけども、一応物質としては化学物質なんですね。高吸収ポリマーっていうものがあって、それが水を吸って、ペットシーツはなんていうかこう、水がびちゃびちゃにならないで、動物の尿とかを吸ってくれるというものなので、その物質がこう切った時にポロポロと出てくる可能性がある。でそれをボールパイソンが口にしてしまう可能性があるので、できれば切らない方がいいと思います。こうやって折って使うか、小さいものを使うのが良いと思います。大体どれも1000円ぐらいで買えるものなので、ヤシ柄でも、ヒノキチップでも、ペットシーツでも、これぐらいですかね。これぐらいのパックで1000円ぐらいで買えるものなので、新聞だけはちょっと月3、4000円かかると思いますけれども、ご自身の環境に合うものを使われると良いかなと思います。うちでは今はこのヤシ柄を使っています。なんでヤシ柄を使っているかというと、その温度と湿度をキープしやすいということが一番の理由ですね。あとウッドチップでもいいんですけど、部分的な、掃除がしやすい。1週間に1回全部取り替えますけれども、例えばパッと見た時に、糞をしてたってなっていたとしたら、そこだけこう取って変えられるわけですよね。ここに追加してあげれば良い。そういうこうなんというか、即対応してあげる、即きれいな環境を作ってあげられる、即汚いものを取ってあげられるっていうことは、大きなメリットの一つなので、うちでは今ヤシ柄を使っています。海外でもですね、もうアメリカとかヨーロッパのブリーダーはもうほぼ全てヤシ柄なんじゃないかなと思います。言い過ぎましたでも大体ヤシ柄ですね。みんなのビデオとか写真とかを見てると、じゃどれぐらい敷けばいいのっていうのをちょっとご覧いただきたいと思いますけれども、そうですね、2、3センチ、そこが見えてしまうと、例えばこれぐらいしか敷いてないとすると、この辺に糞されるともう何の意味もないので、
節約したい気持ちはあると思いますけれども、まあ、ふんだんに使ってあげる。あんまり多いとこう熱源から遠くなっちゃいますから、そうですね、まあ、3センチくらいかな、これぐらいにしてあげるといいんじゃないかなと思います。で、ふんをしたらそれを取って、新しいのを入れてあげるという感じです。で、ここにこういうクリアカップに水を入れてセットしてあげる。で、この時にですね、床材がある程度の高さがあるとボールパイソンがこの水をひっくり返しにくいというメリットもあります。これはモノタロウで買えます。クリアカップというものですね。これはね、100個入りでもう1000円しないから1個1、2円1、2円ってことないか、まあ、数円ですね。このケースはダイソーで売ってます。シューズケースのナンバーワンというもので、ボールパイソンがまあ少し大きくなってきて、この状態、この軽い入れ物だと水をひっくり返してしまうよっていう場合は、まあ、容器ですね、こうココットって言われる陶器とかに入れて、サイズが合うものをに入れてあげるとひっくり返さなくなって良いかなと思います。こんな感じでボールパイソンのお部屋ができます。うちではヤシ柄が一番いいかなと思って使っていますので、もし興味があればヤシ柄も使ってみてください。ペットシーツとかで他のものでも全然大丈夫だと思いますが、それぞれの環境とそれぞれの生態に合わせた床材を使ってあげると良いと思います。今日はボールパイソンの床材についてご紹介しました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。